中国には多くの危険が潜んでいます。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、第二の三峡ダムか、1000兆円の被害をもたらす巨大ダムが怖すぎるをお送りします。もし決壊すれば1000兆円を超える大災害。中国の四川省と雲南省の境界に位置する八角滩ダムは、長江上流の金沙江に建設された世界第2位の規模を誇る水力発電ダムです。しかし今、決壊の危機が指摘されています。八角滩ダムの高さは289メートルに達し、これは東京スカイツリーの約半分の高さに相当します。ダムの貯水容量は約206億立方メートルで、琵琶湖の約4倍の水量を蓄えることができます。このように、とにかく非常に大きなダムなのです。2022年12月に全面稼働を開始した八角滩ダムですが、2024年6月時点での年間発電量は約905億キロワット時に達しており、これは約3000万世帯の年間電力消費量を賄える計算です。この膨大な発電量により、中国は年間約2800万トンの石炭使用を削減し、約7500万トンの二酸化炭素排出を抑制できると試算されています。しかし、八角滩ダムには安全性に関する重大な懸念が存在しています。建設費用は約2兆5200億円と巨額でありながら、汚職や手抜き工事が発覚、完成を焦った政府は突貫工事を命じたのです。さらに、ダム建設に伴う大規模な住民移転や環境破壊も大きな問題となっています。特に憂慮されているのが、ダムの構造的な脆弱性です。八角滩ダムは地震多発地帯に位置しており、マグニチュード7クラスの大地震に耐えられるよう設計されていますが、近年の地震活動の活発化により、その安全性に疑問が呈されています。2024年5月にはダム近辺でマグニチュード 6.4 の地震が発生し、ダムに亀裂が入ったとの報告もあります。加えて豪雨による洪水の危険性も指摘されています。2024年7月には金沙江上流域で記録的な大雨が降り、八角滩ダムの水位が急上昇、ダムの緊急放水により下流域に甚大な被害が出る寸前の状況となりました。中国水利部の部長は、気候変動により想定以上の雨量となるケースが増えており、ダムの安全性について再検討が必要と述べています。またダム湖の水質悪化も深刻化しています。大量の除染や汚染物質が流入することで不栄養化が進行、最近ではダム湖で大規模な藻類の異常発生が確認され、下流域の漁業に甚大な影響が出ています。中国科学院の教授は、ダム湖の水質管理は喫緊の課題であり、抜本的な対策が求められると警鐘を鳴らしています。八角滩ダムを管理する中国長江三峡集団は、こうした指摘を受け、ダムの安全性強化に乗り出しています。2024年度は2兆1000億円を投じ、ダムの補強工事や警報システムの整備を進める計画です。同社の総経理は、利用者の安全が何より重要、ダムを最新鋭のインフラに生まれ変わらせると意気込みを語っています。しかし専門家からは、抜本的な解決には程遠いとの指摘も出ています。ダムに詳しい専門家は、ダムの規模が大きすぎるのが問題、決壊すれば被害は甚大で国家の存亡にも関わりかねないと述べ、ダムへの依存を減らしつつ再生可能エネルギーの多様化を進めるべきだと提言しています。実際、八角滩ダムが決壊すれば、下流域に壊滅的な被害が及ぶことは必至です。中国水利水田科学研究院の研究員によると、ダム決壊時の最大放流量は毎秒22万立方メートルに達し、これは長江の平均流量の約3倍に相当するといいます。下流の重慶市や武漢市などの大都市は水没し、数千万人が被災する恐れがあります。経済的な損失も計り知れません。中国国務院発展研究センターの副主任は、ダム決壊による直接的な経済損失は約1000兆円に上る。さらに、長江流域の産業や物流への打撃を考えると、その影響は中国経済全体に及ぶだろうと指摘しています。こうした危機感から、中国政府は八角滩ダムの安全対策を最重要課題の一つに位置づけています。2024年5月には、
李克強首相が八角潭ダムを視察し、ダムの安全性確保は国家の安全保障に直結する問題だ、万全の対策を講じるようと指示しました。しかし巨大ダム建設への批判は根強く、立ち退きを強いられた住民らによる抗議行動も後を絶ちません。2024年6月、雲南省で発生した大規模デモでは約1万人の住民がダムより人権をと訴えました。メディアの取材に立ち退きを強いられた農民は、ダムのせいで故郷を失い、子や孫の将来まで奪われた、私たちの声に耳を傾けてほしいと涙ながらに語りました。八角潭ダムをめぐっては今後も安全性と環境への影響をめぐる議論が続くことになりそうです。想定外の大地震が起こればダムが決壊する可能性は排除できない。八角潭ダムはその規模の大きさと建設の迅速さゆえに安全性に関する懸念が高まっています。わずか4年という短期間で完成したこのダムは、高さ289メートル、貯水量206億立方メートルと日本の黒部ダムの貯水量のおよそ100倍に相当する巨大なものです。黒部ダムの建設に7年を要したことを考えると、八角潭ダムの工期の短さは異例と言えるでしょう。こうした性急な建設は品質管理や安全基準の厳守に支障をきたす恐れがあります。中国工程院は、短期工事ではコンクリートの養生や地盤の安定化に十分な時間が取れない可能性があると警鐘を鳴らしています。実際2023年8月には貯水池の斜面が一部崩落する事故が発生しており、建設の質への疑念が高まっています。加えて八角潭ダムが位置する地域は地震が頻発することでも知られています。四川省地震局によれば、過去10年間でマグニチュード5以上の地震が12回発生しており、2023年7月にはマグニチュード 6.4 の大地震も起きています。ダムに巨大な水圧がかかることで地震のリスクがさらに高まることも懸念されています。さらにダム周辺には活断層が複数存在することが、中国科学院地質用地球物理研究所の李教授らの調査で明らかになっています。これらの活断層は地震や地滑りを誘発する危険性をはらんでいます。また八角潭ダムの建設により約3万ヘクタールの土地が水没し、10万人近くが強制移住させられました。中国環境科学研究院の調査では、約50種の希少植物と30種の魚類の生息地が失われたとされています。特に絶滅危惧種の中華蝶はダム建設によりその産卵場のほとんどを奪われました。こうした問題に対し、中国政府は地震モニタリングの強化や魚道の設置など様々な対策を講じていますが、その効果については疑問視する声もあります。ダム周辺には500基以上の地震計が設置され、24時間体制で監視が行われていますが、中国水利水田科学研究院の研究員は、現在の対策では不十分で、より包括的かつ継続的なリスク評価が必要と指摘しています。ダムのメンテナンスには年間約100億円が投じられていますが、巨大構造物の長期的な安全性を確保するにはさらなる投資と不断の努力が求められるでしょう。最近でも2024年5月に発生したマグニチュード 6.1 の地震により、八角潭ダムに亀裂が入ったとの報道もあります。中国地震局の研究員は、想定外の大地震が起こればダムが決壊する可能性は排除できないと危機感を隠しません。ダム決壊となれば下流域に甚大な被害が及ぶことは必至です。これは三峡ダムの建設で決壊した時のことを想定し、約130万人が移住を強いられた苦い経験を思い起こさずにはいられません。利益を優先するあまり安全性が軽視されているのではないか、そんな疑念が拭えないのが八角潭ダムの現状なのです。八角潭ダムの安全性をめぐっては、地震リスク、構造上の問題、環境への影響という3つの大きな懸念が指摘されています。まず地震リスクですが、八角潭ダムが位置する四川省と雲南省の境界地域は地震活動が非常に活発なことで知られています。中国地震局のデータによると、過去50年間でダム周辺100キロ圏内ではマグニチュード6以上の地震が12回発生しています。
特に2008年のマグニチュード 8.0 を記録した四川大地震は、この地域の地震リスクの高さを示す出来事でした。こうした地震リスクに対し、八角滩ダムでは最新の免震・制震技術が導入されているとはいえ、想定を超える巨大地震が発生した場合、ダムが決壊する危険性は否定できません。最悪の場合、貯水量206億立方メートルの水が一気に放出され、下流域に甚大な被害をもたらしかねません。次に構造上の問題ですが、八角滩ダムがわずか4年という異例の短期間で建設されたことが、品質管理の面で不安を招いています。専門家は、通常このクラスのダムなら10年以上かけて慎重に建設するのが常識。拙速な工事では安全性の確保が疑問視されると指摘します。実際、2023年8月には、貯水池の斜面が一部崩落する事故が発生しており、ダムの脆弱性を裏付ける形となりました。中国政府は大規模な補修工事を進めていますが、根本的な解決には程遠いのが実情です。香港科技大学の劉志光教授は、八角滩ダムの安全性を保障するには、ダムの一部を作り直す必要すらあると述べ、抜本的な対策を求めています。三つ目の環境への影響も見過ごせません。ダム建設により水没した土地は約3万ヘクタール、立ち退きを強いられた住民は10万人以上に上ります。故郷を奪われ、不安定な生活を余儀なくされる人々の苦悩は計り知れません。加えて、ダム建設は生態系にも大きな打撃を与えています。中国科学院の調査によれば、ダム周辺では少なくとも40種の希少動植物が絶滅の危機に瀕しているといいます。絶滅危惧種の中華蝶に至っては、ダム建設により産卵場の8割を失ったとされ、種の存続が危ぶまれる事態となっています。中国政府は植林や希少種の人工繁殖など様々な環境対策を講じていますが、専門家からは焼け石に水との批判が相次いでいます。そしてダムによる環境破壊は不可逆的、対症療法では限界があると苦言を呈しています。このように八角滩ダムには安全性と環境保護の観点から極めて深刻な問題が山積しています。にもかかわらず、中国政府はこのダムを国家の威信をかけたプロジェクトと位置づけ、強引に建設を推し進めてきました。利益を優先するあまり、リスク管理がおろそかになっている構図は、まさに10年前の三峡ダム建設を彷彿とさせます。巨大ダムに依存したエネルギー政策はもはや持続可能とは言えません。中国政府には国民の安全と自然環境を何より優先し、ダム偏重から脱却することが強く求められています。八角滩ダムの危機は私たちに多くの教訓を投げかけています。発展のためなら多少の犠牲はやむを得ないという時代錯誤の発想を改め、安全と環境を軽視しない社会を築いていく、それが次の世代に負の遺産を残さないために今を生きる人たちに課された責務ではないでしょうか。八角滩ダムは中国のエネルギー政策や経済発展戦略の中核を成す存在ですが、その安全性をめぐっては重大な懸念が指摘されています。巨大ダムへの過度な依存から脱却するべき。現在中国の総発電量に占める水力発電の割合は約 18% で、八角滩ダムはその約 6% を担っています。中国政府は2060年までのカーボンニュートラル達成を目指しており、八角滩ダムには年間約2800万トンの石炭使用削減と約7500万トンの CO2 排出抑制効果が期待されています。これは東京都の年間 CO2 排出量約6200万トンを上回る規模です。経済面でも八角滩ダムの建設費用約2兆5200億円に対し、年間約1兆500億円の経済効果が見込まれています。ダム建設運営による雇用創出は約50万人に上り、周辺地域では観光業などの関連産業が急成長しています。2024年の八角滩ダム周辺への観光客数は約500万人、観光収入は約1050億円に達したとされます。また八角滩ダムは中国の西部大開発政策の象徴であり、沿岸部と内陸部の格差是正に寄与すると期待されています。四川省発展改革委員会は、
八角滩ダムは西部地域の経済発展の重要なエンジンと評価しています。一方でダム決壊のリスクが指摘され、下流域の安全性が脅かされています。中国外交部の王毅外相は、中国は責任ある上流国として下流国の利益を考慮していると述べていますが、ダム運用の透明性向上が必要であることは間違いありません。ダム決壊となれば、メコン川流域諸国に甚大な被害が及ぶ恐れがあるからです。八角滩ダムの安全性と環境影響、経済的、外交的な影響力の大きさを考えると、ダム偏重のエネルギー政策は持続可能とは言えません。専門家からは、再生可能エネルギーの多様化と省エネの推進、ダム運用の透明性向上、住民の生活再建支援など総合的な対策の必要性が指摘されています。八角滩ダムは中国のエネルギー政策と経済発展の要となる一方で、その安全性と環境影響をめぐっては重大な懸念が指摘されています。まず何よりダム決壊のリスクが最大の課題として浮上しています。中国地震局の予測では、今後50年以内にダム周辺でマグニチュード7以上の大地震が発生する確率は 15% に上るとされます。さらに気候変動の影響で、2050年までにダム周辺の年間降水量が1割増加すると予想され、洪水のリスクも高まっています。こうした危機に対し、中国政府は2024年からAI を活用した最新の地震モニタリングシステムを導入し、微小な地殻変動も検知できるようになりました。また、ビッグデータや IoT を駆使したスマートダムプロジェクトにより、ダムの状態をリアルタイムで監視し、異常の早期発見を目指しています。とはいえ、専門家からは、ダムの長期的な安全性を保障するには、建設後数十年にわたる慎重な監視が不可欠、との指摘もあります。そして大規模ダムの安全性は半永久的な課題と警鐘を鳴らしています。環境面でも、ダム建設により絶滅危惧種の中華鳥など希少生物の生息地が脅かされています。中国科学院水生生物研究所の教授は、中華鳥の存続には自然の産卵環境の回復が不可欠と訴えます。これを受け、中国政府は2024年から長江生態回復10年計画を始動しました。ダムの放水量を増やして魚の遡上を助けたり、人工産卵場を整備したりする取り組みが進められています。目標は2034年までに中華鳥の自然繁殖個体数を10倍に増やすことですが、国際自然保護連合はより迅速かつ大規模な対策が必要と指摘しています。経済的には、八角滩ダムによる効果が2030年までに年間約2兆1000億円に達すると予測されていますが、それには電力需要の安定的な伸びや送電網の整備が前提条件となります。特に内陸部の電力を沿岸部に送る再電闘争プロジェクトの成否が鍵を握ります。中国電力企業連合会の李健基副会長は、2025年までに約21兆円を投じ、超高圧送電網を整備すると意気込みを語ります。ただ、太陽光や風力など再生可能エネルギーの台頭で、大型ダムの相対的な需要性が低下するとの見方もあります。中国再生可能エネルギー学会の会長は、2030年までに太陽光と風力の発電量が水力を上回る可能性があると予測しています。国際的にはメコン川流域諸国との水資源管理が焦点となります。中国は2024年のメコン川水資源協力会議で下流国への放水量増加を約束しましたが、専門家は気候変動で水資源の重要性が増す中、中国と流域国の協力関係の行方が注目されると指摘します。技術面では八角滩ダムの経験を生かしたエコダムの研究開発が進む一方、中国の一帯一路構想で同ダムの技術が他国に展開されつつあります。パキスタンのディアメール・バーシャダムはその一例です。八角滩ダムの今後は中国のエネルギー政策と環境政策の試金石となるでしょう。清華大学環境学院の教授は、ダムの運用と管理は中国の持続可能な発展のモデルケースになると言います。しかし、
中国共産党の指導部には巨大ダムへの過度な依存から脱却し、再生可能エネルギーの多様化と省エネルギーの推進に舵を切ることが強く求められています。ただ彼らの関心は国民の暮らしや環境の保護ではなく、自らの権力と富の拡大に向けられているのが実情です。目先の利益を優先するあまり、持続可能なエネルギー政策への転換を怠っているのです。一方で世界的には再生可能エネルギーへのシフトが加速しています。中国政府も2060年までのカーボンニュートラル達成を掲げてはいますが、具体的な行動は伴っていません。むしろ石炭火力発電所の新設を進めるなど、化石燃料への依存を深めているのが現状です。こうした姿勢は国際社会からの批判を招くだけではなく、中国自身の持続的な発展をも阻害しかねません。深刻化する大気汚染や水質汚染は国民の健康を脅かし、社会の不安定化を招く恐れがあります。指導部には国民の声に真摯に耳を傾け、持続可能なエネルギー政策へと舵を切る勇気と決断が求められています。一党独裁の下で私腹を肥やすことに汲々とするのではなく、次世代へと引き継ぐべき中国の未来を見据えた英断を下すことが必要でしょうね。あなたはこうした中国の巨大ダムの安全性が疑問視されていることについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。